岡山は前節徳島戦とは全く同じ11人です。キーパーは堀田、フォーバック川野、ヨルディバイス、柳、鈴木、ダブルボランチに田部井と千葉、右に田中、左に佐野、ツートップは坂本、伊佐と桜川、ソロモンです。こちらは先週山口戦からは5人先発入れ替わり、キーパーは畑野、フォーバック今日は増山、そして6試合ぶりに戻ってきたバウド、串引、米田を予想しています。ダブルボランチ出場停止明け、カイオセザール、桑崎、2列目3試合ぶり出場の笠柳、名倉、左に沢田、前線は初スタメン、ジョップ、セリンサリューが入ります。リーチでボールを奪いました。坂本から中央に桜川が上がっていきます。坂本ドリブルでいく、まだ岡山ボックスの外からシュート、よく触りました畑野。畑野選手素晴らしいセービングでしたね。アウトスイング、また柳、ヨルディバイス、シュートに行く、ブロックです。後ろからミドルシュート、シュートで完結させました佐野です。ジョップ、ここは収めて名倉へのパスです。名倉から上がってきた松山、ジョップが全力で今ボックス内に入っていきます。松山切り返す、柔らかいボール、ジョップヘッド、枠の上でした。今の一連の攻撃もこのジョップ選手がまず収めたことで、ここの攻撃につながったと思うので、まあそこでやっぱり攻撃の起点になることが大事ですし、はい、まあ、最後でゴール前にまで行って、まあ、最後シュートまで打てているので、まあ、本当はあそこの起点が一つポイントじゃないかなと思いますね、長崎としては。ヨルディバイスが上がっていきます。まだ運ぶ、千葉は左を見てました。横パス、ワンタッチで受け直す、佐野仕掛けに行きますが、パスにして折り返し、フリーシュート、坂本です。先制ホーム岡山、まずここで落ち着いてましたし、まあ、この前のこのバイス選手の持ち出しはまず良かったですよね、そしてこの佐野選手が深い位置を取ったことによって、この中のスペース、坂本選手の、この手前のスペースが空いたと思うので、この相手陣内の深い位置を取れたのがまず一つ良かったですね。そうでしたね、はい、坂本が落として千葉は左に出そうとしましたがカットです。名倉ワンタッチでトラップからアドバンテージを見てます。ジョップが運んでシュート、いやクロスが流れてきた、折り返した、決めていきました。すぐに追いついた長崎、ジョップのシュートが流れて最後は澤田、ファーサイドによく入ってました、はい、まず名倉選手ここの切り替えポジショニング、この足さばき素晴らしかったですし、ジョップ選手ももしかしたらシュートじゃないかなとは思いますけど、よく澤田選手詰めてました ね、でもシュートへのこの意識というのが良かったですよね。ジョップが頭でスラします。名倉、そして先ほど同点ゴールの澤田が運んでいく、まだ行きます、折り返す、ジョップシュート、初先発ジョップが仕事をしました、長崎逆転。ここもスローインからでしたけど、ジョップ選手が反らして、まあ、ここも名倉選手がもちろんポイントになってますよね。そうでしたね、はい、で澤田選手がうまく相手をかわして、まあ、倒れながら、まあ、インサイドですかね、しっかりと逆サイドに流し込みましたね。まあ、しっかりインサイド、しっかり面を作って逆サイドにうまく流し込みましたね、はい、田部井の浮き球越えていって残しました。左足速いボール、ファーサイド、佐野パスにして桜川、千葉も打つ、
なんとかブロックしました長崎。ここうまく、まあ、ニアで触ったんですかね、まあ、畑野選手素晴らしいセービングですね。足残してたんですね、はい、縦に仕掛けてクロスが入る、流れて佐野が打つ、またブロックです。佐野はハンドも主張してますが笛はありません。つながってボックス内、合わせてきた、追いついた岡山、田中が押し込んで同点。まずここの争いですよね、しっかり球際行けたところで自分たちのボールになりましたし、まあ、シュートだと思いますけど、まあ、よく田中選手も詰めましたね、はい、浅野選手もよく触りましたし、シュートじゃないかなと思いますけど、田中選手うまく相手より先に相手の前でうまく合わせましたね。反応早かったですね、はい、早かったですね。バイスの持ち出し、桜川ワンタッチ収めた、左足のシュートブロックです。バイスが打つ、持ち上がってそのままゴールの前まで入ってきました。ストレート系のボールです。柳の落下点のところにいましたけれども越えていきます。試合が終了しました。結果2対2、勝ち点1を分け合う、まあ、痛み分けといってもいいゲームになりました。